集落が移っては消えて郷愁を誘います。国村の山奥の秘湯を訪ねました。川そのものが温泉という一風変わった露天風呂。川底からは摂氏56度のお湯が湧き出し、川の水と混ざり合っていい湯加減の温泉です。ここは何ていう温泉なんですか？温泉名人。これ尻焼き温泉。尻焼き温泉、尻焼き温泉、面白いです。お尻を焼く温泉って字が。自然そのもの、温泉プール付きで入浴料はただ。ロマンチック街道一の秘湯と言えましょう。伸びちゃったもん。温泉入るとね、グッとくるわ。でもなんかこの虚脱感みたいなのが気持ちがいいですね。あ、なんかお母さん呼んでる。ほらほら。人の暮らしに好奇心。ご精が出ますね。これ何やってんですか今。寝戸って言うんだけど、寝戸。寝戸、水にこうやって浸してるんだ。じゃあ、ね、お湯だよこれ。あ、これお湯なんですか。温泉。わらを温泉につけてる。わらじゃない。湯気が出てる。あの、むしろおるんだよ。あ、むしろ。むしろを作るわけだ。うん、なるほど。わらがないから。なんでわらがないんですか。田んぼがないもの。田んぼのない場はこういうに考えるだしさ。寝戸というのは石で作った床のことで、その石の上で杉を温泉につけて柔らかくするこの作業は、ここに温泉が引かれる5年前までは河原で行われていました。稲がなく、むしろや草履にも不自由していた昔、村人たちはこの杉を材料に生活必需品を作ったのです。今では専業農家はほとんど残っていません。おばあさんたちのむしろ作りは消えゆく山里の暮らしを伝える最後の灯火です。温泉で浸したすげえ。温泉浸さないととても弱くてダメだ。丈夫だ。丈夫ですね、これすげえの。このむしろっていうのはここでしかやってないんですか。いや、昔はあの国村やってたよ。全部国村全部やってたんですか。やってねえやな。じゃあ作ってんのお母さんたちだけ。ああ、そうだよ。あ、すごいじゃないですか。でもそれも自分で使いてえから。冬暇だから。集まってやるのもまた楽しみで。どんなおしゃべりしながらするんですか。若い人に相手にしてもらえねえような話、同じぐらいの年の人とする、それが楽しみ。かつては農閑期に隣近所の主婦たちが集まって編んだという杉のむしろ。このむしろを村人たちは共有のものとして、泡や冷え、豆類などを天日干しにするために使いました。杉のむしろは助け合って生きる山里の暮らしを象徴するものでもあったのです。暮らしが便利になる中で山里の文化も消えていくのでしょうか。山々が錦のベールに包まれて束の間の秋を装うロマンチック街道へ戻り、 JR 吾妻線長野原草津口駅前、ここからさらに街道を進もうと思った3人組ですが、長野原でしょ、はい、ここから中野城。中野城、中野城ね、中野城方面行き。これ平日だと2本しかないんですよ。バスは1日にたったの2本。しっかりスケジュールを立てておかないと半日はロスしそうな路線バスの旅。なんとか午後の便には乗ったけれど、乗客は3人だけ。旅人としてはちょっぴり心細いもの。これ、あ、横、何ですか？電車。あ、線路だ。線路だ、線路、線路。みんなこれを利用するんだ。電車に乗っちゃうからバスを乗らない。使わないんだ。バスを乗らないんだ。1日わずか2便、乗客3人の謎は解けましたが、行けどもお客さんは乗ってきません。通過、また通過。路線バスは高速バスよろしくノンストップで進みます。山深く深まる秋のロマンチック街道。
中之条駅で乗り継いで上信越高原国立公園の名湯島温泉。三国山脈に発する島側に沿って湧き出る島温泉は山の湯治場として古くから地元の人に親しまれています。ここで温泉街を散策、湯煙の街のもう一つの暮らしを探してみましょう。お母さんたちが何か売ってますこんにちは。これお母さんどこで取れたやつ？そうそう、うちで取れた。こういうのもお母さんはつけたんですか？うん、そうそう、味見とか、うん、味見して買ってもらうんだから。あ、味見して買ってもらうんだ、うん、そうそうそう。湿ってないですね。そう、干した。まあまあ、あんまり酸っぱくないですね。塩気が多いしょっぱいよ、浜さん。ここで売り始めて何年ぐらい経つの？昭和38年に始めたから。俺が生まれた年だもんあれ、そっからお母さん何言ってんの？そうだよ、俺が今までここにいたまでいろんなことを経験してきた間に。近くの農家に嫁いだ唐沢さんは姑からこの商売を引き継ぎました。当時はお客の大半が自炊の湯治客で、自作の農作物がよく売れました。でも今は一泊だけの温泉客がほとんどで、お土産として買い求める客ばかり。商売仲間も年々減って、11人いた仲間も今では5人だけ。あ、年季入ってるね。これお母さん、これはこれ、ここの上こうのっぺるんかな。あ、なるほど、そうなんだ。これ使ってね1日の売り上げおよそ3000円。朝の4時から年中無休で働く温泉街のお母さんです。寒くなってきましたね。もう島鉱山あれ、島温泉って鉱山？島鉱山とは初耳ですが。ごめんください、いらっしゃらない。誰もいないみたいだね。あのですね、今そこであの島鉱山看板があったんですが、この辺は何か鉱山があるんですか？粉にして化粧品だかなんかになるみたいな話はよく聞くんだか、よくわかんないんですけど。あ、そうですか。それはね、この辺で取れるんですか？いえいえ、ずっとこの奥の方なんです。地元の人もよくわからないものを取っている鉱山、興味が湧いてきました。あれあれ、あ、ほらロープ、ロープほらほら貼ってある、貼ってある。ほらほら、これから、これかな、こっからほら頂上に、ほらごめんくださいと入ったのですが、大丈夫かな。うわ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 、おい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 、うわ、ね、違う、見つめてる。誰も隠れてやってるな。怖かった。ワイヤーの先を目で追えば鉱山は向こうの山の中腹にある様子。大丈夫ですか？はいよ、はい。浜さんは辛い時は元気だね。はいはい。ああ、見て、よしよしよし。すいません、着いた。ちょっと失礼をします。すいません。すいません、ごめんなさい、勝手に入っちゃいまして。だからあそこはやでしょう。はい、勝手に入っちゃいけない、書いておいたでしょう。すいません、差し入れ切って。あの、声出しても誰も出てきてこなかったので。いましょうね。まあ、あのすいませんって謝って入りましたから。はい、すいません、どうも。はい、はい、了解。鉱山って言って何を掘ってるんですか？ね、皆さんびっくりするかもしれんけどさ、はいはい、あのルビーと。ルビー、サファイア、うん、宝石じゃない。取れる可能性あり。ということでさ、もし出ればさ。出れば、え？いや、あの物質的には同じわけ。ひんやりしてる。ほら。そうですね。なんかあの摂氏13度です。あら、ひんやりだ。横澤さんは一山当てようと各地を転々。16年前から仲間と2人ここで採掘しています。作業の人も大変ですね。本当はやるべきじゃないでしょうね。これでもたまに怖くなったりしません？
まあ怖くっていうかね、ひょっとすればと思うこと、たびたびありますよ。たびたびあるでしょ、ね、例えばね、こういうところにあの大きな石が出る時があるんですよ。はい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 。それを落とすためにはさ、はい、待てよ、これもしこの石の下になったら命がないがなと、これは何回かありますよ。ねえ、この鉱山、国立公園の中にあるため露天掘りの許可がおりませんでした。やむを得ず校内掘りで耐火レンガの原料ダイヤスコアを採掘しています。ルビーを掘り当てる夢を追い、日本で唯一ここだけというダイヤスコアを採掘する横澤さん。島温泉にロマンに生きる山の仕事師。どちらに向かわれるんですか、これ。沼田ですよ。私たちも沼田の方に行くんですよ、今から。ね、お母さんたちはなんで沼田の方に。医者がないま。医者がここらへん中め。あれ沼田行きですか。そうです。じゃあうちら沼田行きたいんで、あれに乗ればいいんですか。あれそう、そっちに乗らないとダメです。そうです。ロックハイランドとかのお城入ります。日本ロマンチック街道は本家のドイツロマンチック街道にあやかっての命名です。さっきそこでなんかお城がどうのこうのとか、おばあちゃん、ロックハイランドじゃん、イギリスのか、はいはい、持ってきたの、イギリスの古いお城が怖いって持ってきたの、こっちに。すごいもんですね、すごいですね、こういうところにすごいのがあるのって意外ですね、結構だからロマンチック街道っていうぐらいだから、なんかロマンだね。そっか、雰囲気作りに一役買うロックハート城は、もともとドイツならぬスコットランドのお城。これを3年がかりで高山村に移して復元、レストランや結婚式場の施設としました。街道を飾る村おこしのお城です。ロックハート城を過ぎると群馬県下を走るロマンチック街道で最も大きな町、沼田市に入ります。森林文化都市を宣言する沼田市は戦国時代から城下町として発展しました。あ、ここなんか、あ、ここなんか、ほら、店なんか書いてあるから、酒屋さん、あ、ここで。ちょっとここ寄ってみますか。古い町なら何か名物がありそうだと立ち寄ってみれば、江戸時代から伝わる製法の味噌饅頭。この白いお饅頭の元は何ですか。麹と麹でね、甘酒を作って、そのお水で小麦を入れてこねてね、それで2時間ぐらい燃やすんです。それができたのが味噌饅頭ですね。あ、いい匂いがしてきた、うん、いやこのタレがね、焦げた匂いっていいですね。ねえ、いやー、いい。あ、なるほど、なるほど。だからこう入れて、この間に入れて、引っ張るんです。温度、うん、うまい。あ、ほんとパンみたい、うん、パンみたい、パンみたいな感じです。あー、おいしかったです。あー、腹いっぱい、満腹、満腹、行きますか。あ、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは、どうも。ご苦労様です。あ、一本ゲタだ、一本ゲタ。お父さん、山伏さん、あ、修行中で、これからね、この奥の柏山にお参りしようと思いまして、ね、柏山、柏山ね、柏山、そう、柏山。ああ、それは遠いんですか。ここからね、約15キロぐらいですかね。15キロ。一本馬の下駄で山道を走るように行く山伏。村上さんは今は関東に数人と言われる本物の修験者です。ところでよく注意してみますと、沼田市には一本馬の下駄を使った人がちらほら。これは一体どうしたこと。下駄を作ってるの、下駄を売ってるの。いや、作ってるんじゃないかな。昔から木工品作りが盛んだった沼田。